らず抜いたんです。そうなんですよ。ちょっと待ってください。ありがとうございます。あらもありがとう。無理してダメよ。あ、なんか今でも、ご飯食べて薬を飲んだので、なんとなく痛みはちょっと和らいでます。腫れ治った？どうですか？じゃん。でも思ったよりね、ちょっとまあ若干ここなんか触った感じもぷくってしてるけど、触らなかったら大丈夫。血止まった。もうね、もうずっと口の中が鉄分って感じです。こんばんきゅう。なんで髪の毛で隠す。ありがとうございます。今は抜いた後に縫合してもらってます。縫ってもらってます。なのでなんか糸がガガガガって結構なんか縫ってもらってて、親知らず。そう、まだありがとうございます。なんか親知らずを抜いたの去年の8月ぐらいで、こっちも抜かないといけないけど、ずっとまだ大丈夫だと思って、ずっと先延ばししてたんですよ。行かないといけないけど、まあ自分のタイミングでみたいな感じだったので。で、まあ久しぶりにその親知らずを抜く歯医者さんに電話をして、で、お願いしますみたいな、ちょっと親知らずのことでみたいな、ちょっと行きたいですっていう電話して行ったんですけど、なんか今日抜くのかなとか全然知らなくて。そしたらもうなんかいきなり「それでは抜きます」って感じの もう行ったらすぐに手術服みたいなの着た先生がいて、あ、もう抜くんだみたいな。頭持ちありがとう。もう心の準備がないまま、もう「それでは」って感じで。そう、でもめっちゃ早かったです。いや、良かったかもしれない。もうすごい早く抜いてくださいました。笑っちゅう、ありがとうございます。タコ。いや、なんか本当はなんか最初お医者さんと話して、まあ2、30分かなみたいな、こっちはめっちゃ早かったんですけど、こっちは割と埋まってて、しかもちょっと斜めだったらしくて、まっすぐだと思ってたらちょっと斜めに生えてたらしくて、ちょっと2、30分は時間かかるかなみたいな最初に言われたんですけど、そう、なんか10分ぐらいで終わって、すごい早かったです。いつ抜いたのか分かんないぐらい、感覚がないからかな。 なんか「もう抜けたよ」って言われて、そんなに、そう、これで抜くのに、そう、上生えてるけど、生えてるっていうかあるけど、生えてきてはないんですよ。いるんですけどね。抜かなくていいって言われてます、上の歯は。そう、先生めっちゃ上手だったし、すごい。 でもね、なんか口をね、もうすっごい大きく開けようって意識して、もうすっごい開けてたんですよ、口を。で、なんか「大丈夫？」とか聞かれるんですけど、なんかこう口の中に器具入ってるし、口を大きく上げてるから何とも言えなくて、 もうでもあんまこううなずきすぎたらこう危ないかなと思ってみたいな。 どうしたらいいんだろうみたいな、「あっ、みたいな。いや、最初こう手でね、
こうやってしようか迷ったんですけど、ちょっとこれはちょっと上から目線すぎるかなと思って OK です、 OK です、いいね、ありがとうございます。でも今は痛みが治まった、薬が多分効いてます。そう、何個か飲んだし、元気でよかった。大丈夫ですよ、元気っちゃ元気です。なんかご飯全然食欲がないとかそんなんじゃなくて、むしろ血のちょっと味がするから、血の味をかき消すために食べたいって思っちゃうんですよ。何かをかき消すためにこう他の味を味わっときたいみたいな感じで逆に食べちゃう。うん、まあそう、穴がでも保護してもらってます、すごい頑丈に。今日はもうこれで腫れがね、ちょっとね最近お風呂にね毎日使ってるんですけど、お風呂使っちゃダメですよって言われて、そのなんか血が止まりにくくなるみたいな感じで、そう体温めちゃダメって言われて、そう我慢しました。うん。こうね、頑張ったね。ね、もう本当にこれでなんか肩の荷が下りました。本当にね、親知らずっていざ抜くってなった時がめちゃくちゃ怖いですね、やっぱり。はあ、これからかみたいな。七並べやってよ、今日私ねずっと七並べばっかりやっとる。そう、七並べマンになってます。だから今日多分対戦した人いっぱいいるかもしれない、しかも2回以上対戦した人もいるかもしれない。なんかあの連続で何回もピッピッピッってやってたら、あ、また会っちゃった、3回とか4回とか会っちゃったりして、すごく気まずくなっちゃう時があります。あ、当たった。当たらない、当たりません。吉田沙羅ちゃんが、いや私さっき吉田沙羅ちゃんと当たったよ。めっちゃ吉田沙羅ちゃんがよろしくよろしくって。そう、さっきは取りました。なんかメンバーと結構当たります。今日は葵さんとも当たったな。みんな七並べしてる。時間決めてやった方がいいよ。あ、分数ってことですか。あとね、昨日だったっけな、川俣優奈ちゃんと当たったっけ、昨日か一昨日か。そう、めっちゃね当たります、いろんなメンバーと。ワイキューと1年当たってない、それはやばい。こうなんでなんでしょうね、なんか時間をこう合わせても端末の関係なのかな、合わない時って結構ありますよね。
1年は結構経ってないな。サラピ何位だった？サラピ1位だったよ私2位だったから1位2位だった。何の時計見てるの？私はね、iPad の時計を見てます。こういうさ、なんか iPad にタイマーじゃなくて、なんか時計みたいなのがあってさ、こう針がこうなってるやつ、すごい滑らかなんですよ。それを見ながら、なった瞬間にプチッと押してます。だから iPhone と一緒ですかね。アナログかな、わからん。デジタル？え？わからん。iPad の時計を見てます。iPhone で。時間決めてるの？今日は全然決めずに、ずっとポチポチしてました。じゃあ何時から何時までは決めて、あとはランダムみたいな感じの方がいいですよね、やるんだったら。iPad の時間の数字が変わった瞬間もだし、でも私はちゃんとなんかこうカウントダウンします。5、4、3、2、1なったぐらいな感じです。試してみてくださいちょっとこれ全然アドバイスにならないかもしれないけど、サイリウムは長押ししたら使えますよ。サイリウムは長押しです。今日なんか新しいスタンプでさ、ごめんみたいなやつがあってさ、使えるなって思いました。ごめん。確かに謝らないといけない場面はたくさんあるので、ごめんっていいなと思って。誰のスタンプなんだろう。ごめん。ごめん。ごめん。マリーナさんのか。コリーナさんのごめん。でも入れたいスタンプが多すぎて困ってます。なんかスタンプの枠を広げれたらいいね。今自分が入れてるのはペコッとパーンと、あとはセンキューとアリーアリーとフーを入れてます。5個。柴田さんにお願いしてスタンプをってアリーはいつ使うの？アリーはアリーってアリちゃん推しになるのはって言われた時とかはアリーって言えるっていうのと、あとありがとうのアリーも兼ねてます。あといろんなとアリーって結構いいなと思って、しかも脳内でアリちゃんさんの声でこう再生されるので、なので自分のよろしきゅうを持ってないという、なんてこと。
みんな好きな素入れてるんだよな。みんな好きな素っていうの、好きな素、好きな素、好きな素。好きな層に対しての返しは「ふー」です。めっちゃ好きな層多いですね。 いや、煽りじゃないですよ、全然そういう感じじゃないです。センキューで返してほしい。 センキューね。アリーもいいですよ。アリー、アリーっていうのはいろんな意味があるんですよ。アリーはあの、アリ寄りのアリとかいう方のアリの意味も兼ねてアリ。マイキューパジャマ、そうだよ。マイキューはもうお風呂に入りました。最近早いんですよ、お風呂に入るのとか。今日ピンクマン、すごいね、いい固定の位置を見つけて、なんかタンスの隙間みたいな。体育座りしてます。この後並べようかな。そう、でも私は夜はできないので、また明日、今日ちょっと並べて、また明日やる。まだやるんか。やるよ。もうなんかね、なんかやらなきゃって思いながらもずっとやってる。無理してね、無理してないから、本当に皆さんも無理しないでください、そんな。今日はね、なんかみんなが今日は寝かせようとしてくる。なんで？めっちゃ寝てるよ、本当に。本当に寝てるんで安心してください。なぜ？ めっちゃ元気です。まあここ以外はすごく元気なんですよ。安静にしてるよ。口並べはこの運動だけだから大丈夫です。頑張ったから。なんか思ったよりも、なんか今薬が効いててまだ大丈夫。興奮しちゃダメなのね。大丈夫、穏やかだから、超絶穏やか。歯をね、もらったんですよ。また、なんか「いりますか？」って言われたら、まあもらっとくことに悪いことますみたいな。
なんかすごい見せなくて、見せないよ、見せるわけないじゃん、やだよ。でもちょっとあの、まあ、もらった記念にねみたいな、でももらっても別に使い道なんかないし。屋根に投げません、生えてきます。また親知らずがもう一回生えたらもう困ります。なんかでも2つに割ってもらいました。なんか抜くときに割ったんですよね。なんかだいたい親知らずとかってこうスポンって抜けるわけじゃないらしい。そう、明日親知らずに行きます。頑張ってください。マジで麻酔を乗り越えたらいけますね。麻酔が一番痛い気がする。麻酔をいっぱい打たれるのでね。じゃ麻酔を打ったらめちゃくちゃドキドキするんですよ。なんかもう心臓がドキドキして。そう、めっちゃ心配になって、めっちゃドキドキするんですけどって言ったら、そういう効果が入ってますって言われていたって普通のことだったらしいです。そういう麻酔らしい。そう、アドレナリンが出るの。そう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 、なんかどう 脈がねちょっと上がるらしくて、そう、それですごいドキドキするらしい。また一時したら抜歯に行きます。今度はお米粒がね入る戦いなので、穴がね開くんですよ。抜歯、あ、そう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 、糸の方です。糸の方、歯じゃなくて糸を抜いてきます。何分経ったんだろう、29分経ったのか。もう今日はもうずっとこんな感じだよ。落ち着いたらね。お疲れありがとうございます。そう、でも元気なので安心してください。今日は木曜日だったんですね。私ね、そう、聞いてください。今日、いろいろね、とっとありがとうございます。歯医者に行った時もなんか問診票みたいなの書いたんですけど、なんか日付あるじゃないですか。で、私令和2年じゃなくて令和1年だと思ってたんですよ。令和元年だと思ってて、まだ今日初めて令和2年ってこと知ってえ、なんかで令和1年で出したので、さ、何も言われなくて、
で今日別のまた違う手続き行ってて、そこでもなんか日付を書く時があって、また令和1年ってそこでも書いて、歯医者さんでは何も指摘受けなかったんですけど、そこでまた令和1年って書いたら、あのすいません今令和2年なんですよって言われてそうなんですかみたいな、びっくりした、いつ2年になったんだっけと思って、令和なんか令和この間始まった気がしたんだよね、西暦でか、西暦じゃなかったの、なんか令和って書いてあったの、令和こう苦難年みたいな、元年はあ、だから1年が半年しかなかったからなんか短く感じない、令和2年だと知らなくて、私今日あ令和2年だったんだと思って、1月からだよあなんかちょっと私のアホがバレました、すごいこういうのを今日学んだので次から間違えないようにします、令和2年いやでも令和元年って思ってる人私以外にも多分いると思うんだけどな、ありがとうございます、びっくりした、もういつの間にか令和2年すごい恥ずかしかった、令和2年ですよ皆さん、今は令和2年、令和2年ですえ初めてした人いる、社会人はみんなしてる、なかなか書く機会がないんですよ、なんか冷静に言われたのがすごい恥ずかしかった、みたいな、令和2年なんですよねみたいな、はあそうなんですかみたいなすごいアホ面だったと思います、でその後それその後にあ歯医者でも令和1年って書いたなって思い出して、私アホ丸出しじゃんと思って、歯医者の人何も訂正しなかったから私令和1年で提出してるから、ああもうダメだと思って、ああやってしまいました、いいね、ありがとうございます、1を2に、1は間違えても2に書き換えやすいのでまだ OK です、こうひょっとね、チューリップありがとうございます、2020年、そうだよ2020年だよ2020、ということでそろそろ終わりたいと思います、お短い間ですが皆さん今日も一日お疲れ様でした、柏餅ありがとう、あ歯が元気になったら私はお餅を食べるのが目標ですお餅が食べたい、配信ありがとうございます、見てくださって、また明日です、ちょっと明日のまた状況によって配信時間を長めにできたらいいんですけど、いいねもありがとう、そう遅い時間に申し訳ないですね、ありがとうございます、じゃあ壇上読まないんだった、あ結構やったから読もうとしてた、ありがとうございます、じゃあ壇上に乗ってる皆さんも、2段目以降にいる皆さんも、そしてロビー館の皆様もありがとうございました、癖でねやっちゃうのおやすみなさい、お疲れ様です
また明日です。また明日メール送ります。またね、バイバイ、おやすみ。